ジョニー・デップさんが好きで、さすがだなと思いましたね。彼女をいかに愛してるか、どんな風にいつか自分のことも言ってくれる方が現れる日が来るのだろうかと。ジョニー・デップさんの演じられたルイ15世についてはどのような印象でしょうか。そうですね、私もあのジョニー・デップさんが好きで、数々あのいろんな作品を、ね、はい、実はファンなんですけど、数々いろんな作品をあの映画をあの見てきたんですけれども、最初ルイ15世 を演じられてるっていうのが私のイメージの中になくて、あまりにも意外で、ってどうやってこう彼がそのルイ15世を演じられるんだろうっていうのがすごく一つ興味深いところでもあったんですけど、まあそこはあの私ファンなのでさすがだなと、はい、さすがだなと思いましたね。もうあの何 の, あの不自然さも感じないというか、そのフランス語を喋られていることに何の違和感も感じず、本当にその世界のルイ15世としてあの生きられてたので、やっぱりさすがだなとお好きなのが伝わってきましたあれですよね、フランス語は全編にわたってね挑戦されたんですよね、はい、でも本当にあの彼のインタビューをあの拝見したんですけど、そのやはりそのいかに自然に口からフランス語が出るかっていう、そのフランス語をやっぱり多分今のフランス語と18世紀のフランス語っていうのも少しニュアンスが違ったりするところもあるみたいで、彼自身はまあそれを突き詰めるよりはいかに自然に感情の赴くままにこの口から出るかっていう、そこにこう目標を、それを意識しないとその周りの方の、あの演技に集中できなかったりっていうところをすごくこう目標にされてたみたいなので、さすがだなと思いました。やっぱり母国語でないので、そうですよね、はい、すごく大変だったんじゃないかなと思いますね。母国語じゃないのに国王を演じるっていうのはまたすごいなと思うんですけど、やっぱりジョニー・デップさんってあのまあトップ俳優でありますし、ちょっとスキャンダラスな一面がご本人もね、ある、ね、いろんなニュースで取り上げられる方なのであのある意味ちょっとぴったりぴったりのキャスティングなんですよねそうですね、ルイ15世もさまざまな、はい、あの浮き名を流した方なので、確かなかなか面白かった、でも素晴らしかったです、はい、よかったですよね。特に今回はその視線と姿勢と表情も眼差しで演技する、そこまでたくさんのセリフがねいっぱいあるというわけじゃないじゃないですか。そうですね、表情で本当にだからこそ伝わってくるものがたくさんありましたね。そうですよね、ちょっと胸がキュンとするシーンとかあったんじゃないですか。はい、ありましたね。どこがお好きだったか聞いていいですか。でもやはりその彼女をいかに愛してるかっていう、うん、まあ、名ゼルフというものが、まあ、映画の中にも出てくると思うので、あ、はい、あそんな風にいつか自分のことも言ってくれる方が現れる日が来るのだろうかと、はい、思いましたけれども、はい、素敵でした。